今日はソニータブレットとブルーレイをネットワークでつないで DNLA でテレビのライブ放送を見てみたいと思います。ソニータブレットの DNLA アイコン、こちらの方につながりましたらサーバーの方、パソコンとかブルーレイとか選んでくださいというところが出てきます。これでブルーレイを選びます。そうするとブルーレイの中のビデオ、フォト選べれますんで、ビデオの方こうしていただいたらジャンル、ホルダー、すべてライブチューナー出てまいりますんで、ライブチューナーをタップします。地上デジタル、BS デジタル、110度 CS 出てまいりますんで、地上デジタルやってみます。この中で岡山、まあ、通常7チャンネルあるんですけど、当店ケーブルテレビ入っておりますんで、全9チャンネル出てまいります。ちょっと NHK、 あ、すいません、3テレビ押しちゃった。これで番組出ていきます。ちょっと音を大きくします。同じ NHK を出してみました。だいたいソニータブレットで出してみると12秒ぐらい遅れてるみたいです。これはブルーレイの方で740プログレッシブに映像を変換して送り出しておるんで、このくらい遅れるそうです。あとこれ面白かった機能なんですけど、地上データル、BS データル、CS データル同じなんですけど、ちょっと BS デジタルを押していただいて、こちら側にテレビのチャンネル番号が出てくるんで、非常に選びやすいなっていう気がいたします。特にあの BSCS はチャンネル数多いんで探しやすいなと思います。あとブルーレイの方にあのワウワウ見れるあの B キャスカードを入れておるんですけど、今こちらのテレビでワウワウ映っております。それとこちら、ブルーレイの方からネットワークで飛ばした同じようにワウワウの、ワウラウライブを、これ面白いなと思ったんですけど、テレビの方はワウワウシネマ、ブルーレイから見てるんですけど、こちらのタブレットの方はワウワウライブの方見ております。ちょっとお得な感じがしております。面白いです。ぜひ試してみてください。